お金を稼いでる奴が一番偉いという夫。夫は大した稼ぎもないのに、一致に対して威張っていた。そんなある日、夫に対し、一致の怒りが爆発。一致は子供を連れ、実家へ。夫は一度追い返されたが、また、一致の実家を訪れる。そして、夫から、お前はお金稼いでいないだろと言われたため、私がスマホの画面を見せると、夫は、旦那稼ぐ奴が一番偉いだろ。私の収入を教えると立場が逆転。大した収入もないくせに、威張り散らしていた夫の話、聞いてくれますか？オッケー。聞くよ。ありがとう。私は28歳、専業主婦。私はもともと大企業でバリバリ働いていたけど、規則に縛られた会社の生活に疲れて、退社した。結婚を機にね。バリキャリだったんだな。そうだね。実際に、結構上から認められて、昇進もしてたしね。私は資格の勉強とかしてて、それを活かせたのが大きかったかな。一致、優秀だな。というか、勤勉だよな。ありがとう。けど、私なんて、大したことないよ。まあ、話を進めるね。それでね、夫とは、合コンで知り合ったんだ。夫はかっこよかったよ。優しかったしね。礼儀正しく、レディーファーストを重んじる人だったんだ。夫最高じゃん。問題なさそうだよな。いや、そういうやつほど裏があるんだよ。そうなんだよね。夫は、結婚後、まるで全く別人のように変わったんだ。まあ、最初からじゃなかったんだけどね。きっかけは、きっと、先輩夫婦かな。先輩夫婦？うん。ある時、私と夫は先輩夫婦の家に招かれたんだ。その先輩夫婦は夫の知り合いで、夫と親しかった。だから、家に招待されたんだけど、そこで、夫は勘違いしてしまうんだ。勘違い？そう。先輩夫婦は亭主関白だったんだ。例えば、席に着くと、先輩夫婦の旦那さんが、コーヒーでも出してあげてて言ったんだ。そしたら、奥さんが、紅茶の方がいいんじゃない？と言ったんだよね。奥さん的には、きっと、紅茶の方が美味しいと思ったんだと思うよ。実際、パッと見たけど、紅茶の方が高いやつだったしね。コーヒーは安物だったんだよ。よく見てるな。そんな一瞬で見れるか？まあ、こういうのは得意なんだよ。だってさ、美味しいやつ出されたら嬉しいじゃない。気になるんだよね。そういうのが。一致、皮膚出てるな。一致、絶対ケチだろ。まあ、ケチだね。とりあえず、話を進めるよ。それでもね、先輩夫婦の旦那さんの方が、コーヒーの方がいいよと言ったんだ。そしたら、奥さんが旦那さんの意見に従ったんだ。他にも、奥さんの方が旦那さんに従っている場面は、多々あったね。これ、単に奥さんが控えめな性格なだけじゃね？そうだね。そうなんだよ。先輩の奥さんは、旦那さんを引き立てるのが上手だったんだ。だけど、旦那さんはこう言ったんだ。うちは、亭主関白なんですよ。なんせ、俺はかっこいいし、俺の方が収入が多いってね。まあ、これは冗談で言ってたんだと思うけど。実際、これを受けて奥さんが、いや、私は可愛いし、私の方が家事上手ですから。って言ってたからね。しかも、それを受けて旦那さんが、参りましたっていう、落ち着きだよ。仲のいい夫婦だな。微笑ましいじゃん。亭主関白に見える要素なくね。そうだよねー。もっと言うと、旦那さんは最後にこう言ったからね。うちの妻は、料理も上手だし、明るいし、私にはもったいないと感じていますってね。お互いにリスペクトしてるんだろうね。お互いに、引き立て合ってるんだ。それでも、夫はこの冗談一つで勘違いしたんだよねー。この冗談の後のやりとり、見てなかったのかな？これで勘違いするって、正直、痛くない？痛いな。間違いなく痛い？だよねー。それでね、家に帰るとね、いきなり夫の態度が変わったんだ。早すぎだろ。早すぎはロタ。私が家に入ろうとすると、俺が先に入るって言って。私が晩ご飯のレシピを検索していると、今日の飯はカレーにしろって言い出したんだ。露骨だな。学生時代はレディーファーストだったのにな。本当だね。夫、先に家に入っちゃってるね。その日、あまりにも態度が変わったから、なんで？って尋ねたんだ。そしたら、夫はこう答えたんだよね。俺は今日気づいたんだ。お前と俺は対等じゃない。そこははっきりさせて、亭主関白にすべきだと。ってね。最初は意味がわからなかったよ。だってさ、先輩宅で、夫が亭主関白に憧れる要素は特になくない？ないな。だからさ、どこでそう思ったの？って聞いたわけ。そしたらさ、夫はこう言ったのよ。お前、今日、
話聞いてなかったのか？コーヒーと紅茶の会話だよ。あ、あれか。そう思ったね。あんなの言われないと気がつかないよ。些細な会話じゃん。しかも、冗談だし。私は呆れたよ。呆れるよな。しかもね、あれは冗談で言ってたんだよって言っても、夫は聞く耳を持ってくれなかったんだ。そんなわけあるかって感じでね。夫、呆れたやつだな。夫、冗談通じてなくて草。しかも、聞く耳も持てなくて草。だよねー。それでね、そこから態度がでかくなっていったんだ。こうして亭主関白になった夫。そこから、ずっと亭主関白の振る舞いを続ける。一致は、初めは我慢していたが、次第に我慢の限界を迎えるのだ。上からになったんだよね。例えば、何か物を頼むときはいつも命令系。毎晩肩叩きやマッサージをさせられるし、返事ははいじゃないとダメって言われた。他にも、寝る前は、おやすみなさいませって言わされるの。旅館みたいな、床に膝をついた格好でね。ガチでやってんな。亭主関白っていうか、ただの古風だろ。こういう趣味なのかな？そうかもねー。そういう趣味なのかもね。まあ、こんな感じだけど、暴力振るわれたとかじゃないし、我慢できたんだよね。正直、はいはい言っておけばいいからね。確かにな。けど、まあまあめんどくさいぞ。もし自分が一致なら、一致追ってるかもな。まあ、そうかもね。実は私もそうなんだ。正直、最初は我慢できたんだけど、しばらくして、だんだん我慢できなくなってきたんだ。なんかあったか？私が腹立った理由は、夫があまりにも無能だったからなの。っていうのもね、夫は大した稼ぎがないの。その上ね、夫は稼いだお金の8割以上を自分のために使うんだ。だから、家にはほとんどお金がない。貧しかったんだよね。さらに、夫は家事もできないからね。ひどいでしょ。ひどすぎて草。極めてんな。最低じゃん。そうだよねー。まあ、しばらくは我慢したんだけど、我慢の限界が来ちゃってさ。思ってたことを言ったわけ。ねえ、あまりにもひどすぎない？お金は使いすぎるし、家事はしないし。これじゃあ、生活が成り立たなくなるよ。さすがに我慢の限界。ってね。ナイス。もっと言ってやれー。なんならった方がいいぞ。そうだね。そしたらさ、夫はこう言ったのよ。うるさい。お前、何様のつもりだよ。まさか、俺に逆らおうっていうのか？ってね。それで、私が、意見言っただけだよって言ったんだ。そしたら夫は今度はこう言ってきたの。お金を稼いでるのは俺だよ。嫌なら出ていけ。ってね。正直、そんなこと言うかって思ったよ。も、は、だな。しかも、稼ぎ少ない。いっち、もっと言ってやればよかったのに。そうだねー。正直、遠慮してたね。私、稼ぎ少ないっていうのは言わなかったんだよ。言っちゃうとかわいそうだからね。しかも、家事に関しても、しないって、言ってあげてたでしょ？そういや、そうだったな。本当はできないんだよ。あいつ。あいつ。ここで暴露されてて、惨めで草。っていうか、一致の優しさのせいで、おっと、逆に惨めになってて草。確かにね。惨めにしちゃったね。けど事実だしな。まあ、私も我慢したし、ここで発散するよ。そうした方がいいな。一致、どんどん話していいぞ。そうだ。私たち暇だしな。ありがとう。話を続けるね。一致は、ついに我慢の限界を迎え、息子を連れ、家を出ていく。それを受け、夫は、あの先輩に相談に行くが。それでね、私、実際に家を出て行ったんだ。息子を連れてね。実行してて草。っていうか、息子いたんだな。だとしたら、息子かわいそうすぎな。そうだね。息子かわいそうだね。私が、うまくやっていれば、息子に迷惑かけなくて済んだのかもね。いや、一致は悪くないぞ。悪いのはすべて夫。そうだ。一致と息子は被害者だ。ありがとう。けどね、夫婦だし、そうもいかないじゃん。やっぱり、私がうまくやるべきだったんだよ。いや、夫の態度は息子の教育上悪いぞ。そうだ。だから、夫とは距離をとって正解だ。一致の対応も、正しいことを教える意味で、大正解だろ。そうかな。まあ、そうかもね。ちな、息子いくつだ？息子は小学1年生だよ。なんとも言えない年頃だな。夫と距離取って正解だね。一致、自信持て。ありがとう。自信持つよ。それでね、出て行って、実家に帰ったんだ。帰って事情を話すと、父親は激怒して、母親は柔らかい言葉をかけてくれたよ。
父親はこう言ってくれたんだ。イッチ、そんなやつ、離婚してやれ。もしそれが無理なら、俺がボコボコにしてやる。ってね。選択肢が、離婚かボコボコかで草。親父、相当怒ってるな。そうだね。若干選択肢、おかしいかもね。相当怒ってるよ。まあ、そりゃそうだよね。娘がこんな扱いされたんだもの。ちなみに、母親はこう言ってくれたんだ。まあ、会う人と会わない人がいるからね。最初会った時は素敵な人だと思ったのに。わからないものね。残念だよね。とりあえず、私たちはいつでも一致の味方だからね。ってね。おかんの言葉刺さるな。もし自分が言われたら、泣いちゃうよ。だね。私、泣いたよ。ちなみにね、息子はなんで、私たちが家を出て行ったのか、わかってなかった。まあ、当然だよね。それで、どう説明しようか迷っていると、父と母はこう説明してくれたんだ。お母さんとお父さんはちょっと喧嘩しちゃったんだ。多分、お父さんが謝って解決すると思うよ。人は誰でも間違えるし、良くないことをするから、お母さんはお父さんに反省してほしくて、家を出て行ったんだ。ってね。いい説明だな。そうだね。その後、私と息子が留守中に、夫が実家に来たらしいけど、私の父が追い返してくれたそうなんだ。一致の実家に来たんだ。一致の親父にボコられなかったかな？ボコられたかもね。とりあえず、夫はおとなしく家に帰ったらしいよ。こうして、私たちは、しばらく実家で安心して、暮らしていたんだ。一方で、夫は、あの先輩に相談しに行った。夫は、先輩に事情を包み隠さず話す。すると、先輩は、それは夫が全て悪いと言って夫を説教する。だが、夫は納得できず、先輩につかみかかり、出されたコーヒーカップを地面に投げつけ、帰宅する。それからしばらくすると、あの先輩の奥さんから、電話がかかってきたんだ。先輩の奥さん、何があったんだ？実はね、どうやら夫が先輩の元に相談に行ったみたいなんだ。それでね、先輩は夫が悪いと言ったらしいの。それはそういうわな。だよね。それでね、なんと、夫はそれに逆上して、先輩宅で暴れたらしいの。まず、先輩につかみかかって、その上、コーヒーカップを床に投げ捨てたらしい。最低だよね。最低だな。人としての倫理がないな。そうだよね。しかもさ、先輩宅でだよ。我が家でのことなら、まだ許せたけど。私は、それを聞いた瞬間、震えたよ。震えて、罪悪感に苛まれた。一致が悪いわけじゃないだろ。いや、そんなことないよ。だって、私が家を出て行ったから、夫の先輩に迷惑をかけたわけじゃない。私が我慢しておけば、先輩に迷惑をかけなくて、済んだんだよ。本当に申し訳ないと思ったね。って言っても、先輩の奥さんは優しかったよ。抗議したかったわけじゃなく、アドバイスしたくて、電話したらしいんだ。夫は暴力を振るう可能性もあるから、早いうちに離婚した方がいいってね。いい人だな。うん。しかも、その後、先輩が電話に代わってくれて、こう言ってくれたんだ。この度は、私の冗談のせいで、ご迷惑をおかけいたしましたってね。その上、もし何かあれば、相談してくださいとまで言ってくれたんだ。先輩夫婦、むちゃくちゃいい人じゃん。そうだね。逆に申し訳なくなったよ。うちのバカな夫がすみません、的な。まあ、そうなるよな。それでね、先輩夫婦にご迷惑がかかるなら、もう夫の元に戻ろうかなって思ってしまったんだ。もっとも、息子をどうするかは悩みどころだったけど。だな。で、一致は夫の元に戻ったのか？戻らなかったよ。戻る勇気がなかったからね。それでも、先輩夫婦には、毎日 LINE して、あれから夫が来てないか聞いてたけど。まあ、夫は、あれから先輩宅に行ってないらしいし、とりあえず安心して、実家で過ごしていたんだ。とりあえず、よかったな。そうだね。それでも、それも長くは続かなかったよ。それでも、夫は私の秘密を知って、真っ青になるんだけどね。私の秘密？そう。まあ、これに関しては、今から話すね。実家で安心して暮らせるようになった一致。一方の夫は、家で大暴れしていた。夫は家のものをほとんど破壊し、金遣いも前よりも荒くなっていた。そして、夫は再び、一致の実家に乗り込んでくる。それからしばらくして、夫がまた乗り込んできたんだ。また乗り込んできたのか。懲りないな。懲りないというか、しつこいな。そうだね。懲りないし、しつこいよね。でね、しかも、夫はかなり怒りながら来たんだ。顔、やばかったよ。
タバコを吸って、ポケットに手を入れて、猫背で家に乗り込んできたんだ。ヤクザみたいだな。ネタでやってるだろ。逆に笑ってしまいそうだな。そうだね。けど、夫の凶暴さは知ってたから、警戒心しかなかったよ。しかもさ、最初に出会った時とは、かなり印象が変わってたから、びっくりしたね。こいつ、ここまで行っちゃったんだって思ったね。確かに、行くとこまで行ってんな。人格崩壊してるよな。シンプルにやべえやつじゃん。そうだね。あ、話進めるね。それで、夫は乗り込んできて、こう言ったんだ。おい、ち、お前、帰ってこい。ってね。やばいよね。やばいな。でも、帰る気はない。それは当然だよね。だから、帰る気はないって言ってやったんだ。それで、私は、今回のこと、反省してくれるなら、考え直すよとも言ったんだ。いっち、優しいな。もし自分なら、まず離婚届だけどね。それでも、引き入れてもらえなかったんだろ。そうなんだよ。まあ、それも当然だよね。ここまでの状態になっちゃってるんだもん。態度も悪いし、謝罪の念も一切なかったよ。しかも、私の父も一緒だったのに。一致の親父一緒はやばいな。おっと、ただじゃすまんだろ。そうだね。それでも、ここは口出ししないでって、お願いしておいたんだ。夫婦の問題だし、私が自分で解決させるってね。もし何かあればお願いっていう風にも言っておいたから、安心だったよ。お願いした通り、父は黙って見ててくれたよ。一致の親父、案外冷静だな。けど、それでも、夫の態度がそれはやばいだろ。そうだね。そしてね、夫はさらにこう言ったんだ。お前、稼ぎがないくせに偉そうなこと言うな。今、親のすねかじってるだけだろ。ってね。しかも、夫はさらにこう続けたんだ。所詮、専業主婦は、ケラなんだよ。だから、亭主関白っていう言葉があるんだよ。悔しかったら、俺の収入を超えてみろよ。まあ、お前ごときには無理だろうがな。何の才能もない。稼げるスキルもない。それなのに、偉そうなこと言うな。ってね。ひどいな。それでも、言い返せないよな。いや、そんなこともないんだよ。私は、元はバリキャリだったの、覚えてる？そういえば、そうだったな。しかも、資格の勉強とかしてたよな。そうなんだよね。まあ、バリキャリは関係ないけど、そこそこの稼げるスキルはあるってことだよね。そうだな。まさか、一致。そう。そのまさかなんだよ。もうあれを見せるしかないなって思って、夫にあれを見せたんだ。あれ？なんだなんだ？説明するね。私は夫にスマホの画面を見せたんだ。スマホの画面？そこに何があるんだ？そこには、なんと、私の稼いだ額が表示されてたんだ。稼いだ額？うん。夫の10倍はあるね。10倍はやばいな。どこで稼いだんだ？実は、ブログで稼いだんだ。私はもともとブログを勉強しててね。それで、夫の10倍以上の収入を得ていたんだよね。だから、親のすねは一切かじっていないんだ。だから私は、こう言った。実は、ブログでここまで稼いだの。ざっと、あんたの10倍かな。だから、親のすねは一切かじってない。これでも、私に偉そうなこと言える？ってね。夫は顔面蒼白って感じだったよ。あ、ついでに、父親も驚いてた。父親にも言ってなかったからね。親父もびっくりは草。親父には事前に言っといてやれよ。しかし、すごい展開だな。そうだね。夫は意気消沈していたよ。だけどね、夫は逆に文句を言ってきたんだ。大体な、専業主婦が金を稼ぐべきじゃないんだ。生意気だ。大体、女は男に尽くすべきなんだ。女が金を稼ぐなど、もってのほかだ。ってね。最低だな。ジェンダー問題が厳しい世の中なのにね。古い考え方だな。そうだね。だから、こう言ってやったんだ。その考え方は古いよ。まあ、いいけど。実際、私の方が稼ぎが多い事実は変わらないし。実力不足の奴がそんなこと言ったって、負け犬の遠吠えにしか聞こえないってね。正論すぎて笑う。おっと、言い返せないだろ。そうだよね。それでも、夫はまだ文句を言ってきたんだ。だけど、すべて正論で返したよ。夫は次第に元気がなくなっていったね。そして、私はそのタイミングで、離婚届を差し出したよ。お、ついに来た。一致、やっちまえ。ありがとう。私が離婚届を差し出すと、夫は子供のように泣きじゃくっていたよ。正直、スカッとしたね。それから、夫とは一切会っていない。
ちなみに、私たちは、今まで通り、いや、今まで以上に幸せに暮らしてるよ。めでたしめでたしだな。よかったよかった。いっち、おね。ありがとう。ここまで、話に付き合ってくれて、ありがとね。以上、稼ぎの少ない夫が勘違いして、亭主関白になった話でした。その後、夫は、あの時、先輩に掴みかかったことで、職場にも居づらくなり、会社を辞退した。それでも、再就職先などなく、日々、日雇いバイトで食いつないでいる。しかも、金遣いが荒いため、すぐに金がなくなって、かなり苦しい生活をしている。そのため、多額の借金を背負い込み、自転車操業を繰り返している。夫は、いつ破綻してもおかしくない状況に陥ったのだった。一方、一致と息子は、新しい家に引っ越し、幸せな生活を送っている。しかも、一致はいい男と再婚。今度は夫婦対等な関係を築けており、お互いにリスペクトし合う関係を維持している。次の夫は、ちょっとしたことでも感謝できる人で、子供の面倒もよく見てくれている。このような新しい夫の姿を見た一致は、あの先輩夫婦に近づけていると感じ、嬉しく思うのだった。もしあなたが、一致のような目にあった場合、あなたはどうしますか？コメントにて教えてくださいね。それでは、ご視聴ありがとうございました。ちなみに、亭主関白であると答えた家庭の割合は、全体の 16.9% だそう。対等なパートナーが一番多いようですね。